40代後半の女性、販売職の責任者です。成長しない部下について質問です。販売職なのに語彙力がなく、こちらの指摘に対しても改善しない部下と、成長が人の3倍遅い部下に対して見切りをするべきでしょうか。はい。会社の考えは、仕事のできない部下でも育て直しとなってます。えっと、会社の方針は正しいです。要はその、どんな人でも育てましょうという方針自体は正しいです。でも、それができるかどうかは別の問題です。 例えばその文科省が全ての人に教育を与えましょう。で、なるべく多くの人に高等教育を受けられるようにしましょう。これは正しいんですよ。でもその死んだ魚のようにしている性格の悪い頭の悪い人とかに高等教育を提供してもお金の無駄なんですよ。そいつ頭悪いからいくら何を教えたって理解できないわけだから教える人の時間の無駄なんですよ。なので全体としての理念としては正しいというのと実際の個別の問題はまた違うんですよ。 なので、実際の個別の問題として、成長する気のないやつに時間をかけるだけ無駄です。ただ、どんな人でも、その、要はせ、あのこうやると成長するよとか、こうした方がうまくいくよっていうのを教えるというのを一通りやるのは大事だと思います。でも、それをちゃんと聞かないで伸びる気もないやつに時間使うの無駄なので、なので、あの、会社にはちゃんとやってるよって見えるけど、個人としてはその、ほっといて、全然給料も上がらないし、出世をしない、使えない部下がいるっていう、で、早くやめればいいなっていう感じにすればいいんじゃないかなと思います。